どうもイメイムです。今回は3期6話カエサルの金貨から恒例の考察動画でございます。いやー、一体どれだけのサイコパス視聴者の色相が濁ったか分かりませんな。1時間という尺をこれでもかと使い込んで伏線やら謎やらを散りばめてきております。しかしこれどう畳むんでしょうね。並の脚本家なら畳みきれないでしょう。逆に脚本家勢の頭の良さがうかがえる回ともなったのではないでしょうか。ちなみに3期は発表されている情報だと残り2話です。イリコを買ってスタンバってたのな。はい、本題回りましょう。まずはサブ隊カエサルの金貨から。前回と打って変わって知ってる言葉と知ってる言葉のベストマッチになりました。カエサルというと FGO やってる方ならあのお腹でっぷりの方ですな。ガチャで出た時死にたくなるキャラ筆頭でしょう。まあこの人ガイウスユリウスカエサルさんですね。カエサルはまあ別にこの人だけではないんですけど、この動画ではカエサルで通しますね。共和制ローマ期の軍人政治家ですな。それだけでなく一期で鴻上さんが言ってた才の芽が出たぜっていう才の才は投げられたとか、ブルータスお前もかとか名言の数々が後世に残ってる超有名人ですね。でもってこの方テレーザ、アウマ、クリス2世の4人が持ってた懐中時計に刻まれていたラテン語、その中の古典ラテン語って呼ばれるタイプが使われた文学の黄金期の人物でもあります。でこの人の金貨がなんやねんって話ですが、当時古代ローマではいくつかの硬貨が発行され、それをもとに取引ある戦利品やらに使われていました。その中で最高の価値を持つのが金貨ですね。でカエサル期の金貨というとアウレウスという金貨が該当します。カエサル以前にこれが造幣されるのは稀でしたが、カエサル期に入ってから頻繁に造幣されるようになりました。古代ローマにおける金貨とは対価としての意味合いだけではありませんでした。ネットなんかは当然なく、情報を伝えるためには人づてか神に頼るくらいしかなかったので、広まるのも遅かったです。で硬貨はそれに描かれた図やら文字で意味やら言葉やら考え方を広める役割がありました。取引に使われるので誰しもが日常的に目にするものですから、情報伝達のツールとしてはもってこいのアイテムだったわけですな。でカエサル以前の硬貨作っていた人造幣者は大体自分の先祖を硬貨に描いていたんですが、カエサルさん自分を硬貨にデザインさせました。自分の肖像や名前を硬貨に描き、しかもそれまでの造幣者よりも大量にアウレウス金貨を発行したわけです。でそのデザインは自分を神のように描いたり、神とのつながりがあるかのような描き方をすることで、自分があたかも神に関係する人間であるかのように民衆に思わせ、自分の権力ブーストに使っていました。そしてこの金貨が出てきたあたりから金のインフレが起こり出します。ちょっと脱線になりますし、厳密に全てがカエサルの時期に起こっていたわけではありません。当時のローマは納税を金あるいは銀でのみ受け付けていました。そんな中銀のストックがなくなっていきました。相対的に金の価値が上がったんです。そんな背景でインフレが加速していきました。でこのサブ隊カエサルの金貨がアウグストゥスではなく、さっきから言っているシーザーの方であり、インフレのことを指しているなら作中だとダイヤボルトのことを指しているんでしょうね。で自身の肖像そして神格化や権力増強という面を言っているなら、エターナルホワイトや投薬などを用いたサイコパスのクリア維持法とかですかな。今回サブ隊がいまいちピンときてないのでぼやっとしてますが、そんなことが些細に感じるほど本編がヤバいですね。はい、では事件の整理ですね。ポットで要素でしっちゃかめっちゃかになったでしょ。1時間尺にここまで詰め込んでくるとは思いませんでしたが、何にせよ宗教界は次回で決着でしょう。シビラの信託なもんはなかったんだよ。まず3発の爆弾の行方です。今回の事件も前回の都知事選同様、表面上の主義主張の対立構造はダミー、ミスリードでした。つまり特区の推進か反対かは意味をなしません。今回まず3発目の爆弾でアウマ商人が亡くなりました。倉庫にかくまっていた強制売春を強いられていた移民たちを守って亡くなりました。おそらく移民絡みの犯罪をやらかしてたのが推進派で、アウマ、テレーザらは特区にっていうか、その推進派の犯罪に対しての反対派っていう立場だったんでしょうね。やはり特区をめぐる推進派反対派の構図はハリボテだったということです。アウマを狙ったのは売春を移民にさせていたことを告発されること、特区に対してのガサ入れをさせないための口封じでしょう。彼を殺せば後ろ盾がなくなった移民の女性たちは大半が潜在犯でしょうから、彼らの売春に従事させられていたという主張も通らないでしょうし、八方塞がりですよね。新田がミカちゃん、フレデリカ様を動かさなければ犯罪は表に出なかったでしょう。続いて4発目でテレーザさんを狙いましたが、デコンポーザで処理しましたね。デコンポーザ初お披露目です。彼女を狙ったのはリースカーを使って武器パーツが密輸されていたという犯罪を告発されないための口封じ。リースカーは移民みんなが使っているでしょうから、ダイヤやボルトの引き上げは刑事課が調べる前ならまあなんとでもなったでしょうね。で最後の5発目でケイたちが代わり見してた国賓ザハリアス夫妻を処分。ザハリアス夫妻を狙ったのはケイたちが彼らに化けていたこと、イコール夫妻が刑事課の手に落ちたことを示すので、そこからの情報流出を恐れた&生かす理由がなくなったからでしょう。
これまでの5発の意義とは、爆弾事件という過激な事件を起こすことで移民を使った犯罪が起きていた事実が嫌でも刑事課の目に留まる事態に誘導することにありました。アウマが死んだことで彼がかくまっていた移民たちから買収の情報をアラタたちは得ました。テレーザのリース化を調べたことでボルトとダイヤを取引する密輸が暴かれました。国賓夫妻が殺されたことで彼らが関わっていたことが決定的となり、さらにケイたちの潜入がバレたことが明らかになりました。前回トーリがこれらの爆弾事件を主導したと言いましたが、彼ではなく計画の中心にいたのはおそらくクリスでしょう。そもそもトーリ主導ならザハリアスの前で信徒から報告を受けないですよね。あえてあの場で夫妻が本物か確かめるための問いなら、彼らの間でしか知らないことを聞けばいいはずですから、そちらの方が本物かどうかを見分けるには良かったはずなんです。例えば昔の親戚エピソードとかね。ということはあくまで信徒が爆弾事件に関与しているのは知っていたが、トーリはそもそも犯罪告発計画のプランを知らなかったから、信徒が利用されたとしか思っていなかったんじゃないでしょうか。それで邪魔な公安局やれテレーザたちが消えてくれれば自分のためにも母のためにもラッキーって感じだったんでしょうか。だからケイたちがヘブンズリープに聴取に来た際はどうやら信徒が自爆したらしいが、よく話が見えんから、まあ何とでもなるわくらいに思ってたんでしょう。そりゃサイコパスもクリアに保たれますよね。でメンタルトレースというか、もはやシャーマン的な展開となっておりますが、新たも突き止めた通り、ともかくクリスは石腕ですが生存中です。クリスは自分でサワンを切断したわけではない、ヘブンズリープサイドと通じていて、彼を死んだように見せる方がいろいろと都合が良かったんでしょう。最初はクリスもテレーザたちの側だったはずです。当然犯罪告発計画を企てたメンバーなのだから、殺しておいた方がトーリーにとっては都合がいいですよね。下手に生かすことは自分のプレイミスにつながる恐れがあります。なのに彼を爆死を偽装してまで生かした。末期癌で老い先短い彼をそこまでしてなお生かしてるんです。寝かされている場所は小汚いが、おそらく病室でしょう。ドローンに監視兼面倒を見させていますね。あそこまで疲弊している人間をテレーザサイドがあえて生かしてまで告発してもらうための保険としてかくまっているとは考えにくい。もしそうだとしたらめちゃくちゃスパルタですね。病人に慈悲はないのか。やはりかくまっているのはヘブンズリープサイドでしょう。石腕の末期がん患者にまだ役割が残っているとすれば、入国管理局のオブザーバーとしての立場でしょう。もしかしたらまだ何か密輸する気なのかもしれません。自身のインスペクターとしての役割なのか、それとも母のためなのか、もしかしたら彼の臓器あらを使ってシビラにクリスと誤認させて密輸に使うのかもしれません。まあ末期がん患者の臓器がどこまで使い物になるかは甚だ疑問ですけどね。もしクリスが一連の爆弾事件の首謀者だとすれば、ヘブンズリープサイド、しかもエターナルホワイトのあたり、すなわちかなり真相まで知っていた可能性があります。あるいは単純に爆弾を通りから人間爆弾と知らずに借りたかです。もしかしたら末期がんだったゆえにテレーザサイドの計画では遅いと考え、強行策として爆弾事件を実行したのかもしれない。テレーザらが犯罪を告発する側だったということは、自分たちの工場やリースカーが使われていたことは当然把握していたはずです。目に余るレベルに来たから告発に乗り出したのかもしれません。当然自分たちも何らかのしっぺ返しを受けるはずですが、司法取引やらを考えていたのでしょうかね。でもってそんな家中の通りはやはりインスペクターでした。しかもサードの地位にあります。さらに西園寺のことを母と呼んでいます。実の子か養子かはともかく、そこらの協力関係とは比にならない絆がこの二人にはあるようです。それででしょう、ヘブンズリープ関係者たちの集会らしき場に西園寺アッシー君としてあずさおの姿がありました。そしてあずさおのコングレスマンになりたいとの発言、コングレスマンとなれば世界の真実が見えるそうです。うん、近未来的な空間に閉じこもってゲームしてるだけじゃん。そこまで言うんだったら外側の真実とやらも描くべきっていうツッコミは皆さんも飲み込んでおきましょう。つまりインスペクターの上にコングレスマンっていう序列というものがあるということなんでしょう。インスペクター内部にも助数、すなわち序列があるようでした。おそらく働き次第によってはコングレスマンへの昇格も叶うのでしょう。で、取り入れそう、かつ通りから連鎖的に引きずり下ろすそうな西園寺にすり寄っているんでしょう。で、西園寺を通りもろとも潰せれば新米の静香はすぐ手なずけられると考えているのではないでしょうか。あと敵だと見据えてるのは白金だけだと考えていたりね。奴がそこまで野心家なのかは定かではないですが、墜落の美学に見入られた変態です。ない話ではないでしょう。で、そんな通り率いるチームヘブンズリープ、潜入したケイとマオさんを見事ヒットらえました。しかもボコって何か投薬しました。まあルダガンダたちにボコられた小神さんの方が状態的にはひどかったですけどね。あっちは椅子に縛り付けるどころか鎖で繋がれてるだけだし、ひたすらサンドバッグにされてましたよね。かつての主人公、よくもまああそこまでボコボコにしようと思ったなって感じでしたよね。で、ケイにはおそらく何らかの自白剤のようなものを投薬したんでしょう。明らかにろれつ回ってないですし、思考もまとまってないでしょう。で、永続的にサイコパスをクリアにする手法というのはエターナルホワイトとかいう意図的にユーストレス症候群を引き起こす手法、中二病のネーミングに反してえげつない治療法ですね。まあ要は精神安定薬を植物状態になるまで投与しまくれば精神障害なんて起きないっていう脳筋手法です。いや、これ考えたらしい二世教祖は実は脳筋坊主だったんでしょうね。
で、真央さんの自室に置いてあった彼岸花を持ってったのは公安局内部の信徒でしょうね。まあ執行官の部屋なら何とかして入れるんじゃないですかね。で、花はあずさわからのものでしょうね。僕なんて書いてましたが、まあそんなことはどうでもいいです。K、真央さんだけでなく舞子さんをも狙いましたね。彼女を狙ったのは舞子さんを出しにして K から捜査の進展具合を把握、さらに外務省のネズミも一緒に処理しようとしていたからです。もしかすると舞子さんもエターナルホワイトかその一歩手前まで追い込んで、そこから回復させられるのは自分たちだけだと脅し、 K を二重スパイとして刑事課に送り返すつもりだったんじゃないでしょうか。で、トーリ君も危険視していた外務省組フレデリカ様率いる行動家は武器密輸などの犯罪を関係者が消される前に全員を抑えるつもりで動いていたんでしょう。そもそも出島から始まった4人の関係です。把握していないはずはありません。あえてすでに出ているキャラの中から挙げるなら、おそらく潜入してたのはギノさんでしょうね。小上さんだったら溶け込めなさそうだし、須郷さんは実直すぎて演技向かなそうですしね。で、こと武器密輸に関してはフレデリカ様が追っていたピースブレイカーが噛んでいたんではないでしょうか。さらにあずさは通りの発言からピースブレイカーはすでに壊滅しており、生き残りのうち2人がパスファインダーとして傭兵をやっていると。で、こいつらおそらくオープニングのこの2人でしょうね。武器持ってるし。これでオープニング勢でがっつり出てないのはアツシさんだけとなったわけですな。で、日本製のアサルトライフルのボルト、紛争地帯だと拳銃よりも自動小銃の方が扱いやすいしメジャーですしね。 AKα なんて言ってますから、あの AK シリーズなんでしょうね。で、こいつを紛争地域に大量に密輸、アウマの工場で作ったボルトをテレーザのリースか国賓ザハリアスを使って紛争地域にまで流すと、対価としてダイヤモンドの原石を入手、高性能だからバカ売れって言ってましたし、少しふっかけても取引が成立してたでしょうね。それであの量を隠し持ってたわけですな。おそらくニュータウンがそれなりに成熟した段階で、この原石を加工した宝石なんかを小出しにして、さらにまた儲けようって考えもあったのかもしれません。日本では地理的にダイヤの入手がまず無理ですし、これらは貴重な海外製です。しかも大粒の原石です。かなりの価格になったでしょう。ところがこのボルト、不自然な壊れ方をすると、ボルトなんかが暴発するとまあ重傷ないし死にますね。薬室の密閉、廃墟のための重要なパーツですからね。っていうか変な壊れ方するっていう噂が立ってるのにバカ売れするって、競合他社がよっぽど低品質な部品使ってるんですかね。まあ紛争地帯の一方だけでなく双方に流して紛争を長引かせながら利益を巻き上げていたんでしょうね。こんなもんが海外に出回っていれば当然行動家は黙っていないでしょう。っていうか鴻上さんも使ったことあるとか言い出しそうですよね。っていうか多分ケース3の資料のどっかで見た覚えがあって漁ったんですけど、まあ、見つかるまで漁ってたらね、編集が7話に間に合わなさそうなんで強行してるとこです。ってことは多分3年ほど密輸はされていたんじゃないでしょうかね。で、そんなヤバい宗教特区御嶽を操作しているところに刑事課たちが介入してきたと。領分だなんだって言ってますけど、国内の事案から辿っていったら行き着いたんだからしゃあないじゃんって思うんですけどね。まあ住み分けは大事です。役割どころか省庁まで分けてる意味がなくなりますからね。はい、ここまでで次回以降残り2話でやるであろうことをリスト化します。まず通りをぶっ潰す。そして梓沢に始末させます。通りから西園寺の尻尾が捕まえるようなら初のコングレスマンの脱落もありえるかもしれません。そうなれば梓沢は間違いなく西園寺の後釜としてコングレスマンの椅子に座るでしょう。で、そのままラウンドロビンに刑事課の手が届き、虹の鉢が燃え尽きるシナリオになるかもしれません。でもって茜ちゃん、新田、K の過去の事件の話ですね。そして行動家と入り子、さらに西賀先生。はい、確実に2話では無理でしょう。最終回のオープニングエンディング切ってもきついかと思います。今回の敵ラウンドロビンがシビラに匹敵するとかキャラたちが言ってることから、ちょっとやそっとでは潰されないでしょう。それにフレデリカ様がケース3で追っていたピースブレイカーは完全に空気です。パスファインダーなる2人が出てくるらしいですけども、それも生き残りらしいので潰す過程が全く描かれてないんですね。さすがに全部3期に詰め込むのはちょっと現実的ではないので、となれば4期あるいは劇場版第2弾への続きが期待されますよね。とまあいろいろ言いましたけどね、ここから考えうる最悪のシナリオをまずは考えてみましょう。今シリーズの脚本には名作だが精神的にはきついという有名なウロブチさんはがっつり関わってはいない模様ですので、すなわち本当に救いのないバッドエンドには到達しないと考えられますが、まあ我々の色相を守るためにね、あえて踏み込んでおきましょう。現時点で刑事課はかなりのピンチです。 K、 マオさんがヘブンズリープに捕らえられており、マエコさんも人質になっております。これで逆転できなければ証拠をつかめず捜査に踏み切れません。そうなれば通りの逃げ切りエンドです。最悪証拠不十分で分かっているのに迷宮入りなんてこともありえます。で、ここで考えられる最悪のケースが K の死亡ないしエターナルホワイトによる植物状態、同じくマオさんの死亡ないしエターナルホワイト、あるいはラウンドロビンサイドに寝返り、さらにマイコさんも死亡あるいはエターナルホワイト、そして監視官執行官を書いた1係は大幅パワーダウンしますよね。
ザイルパートナーを新たに失うわけですから、もう考えなしに深いメンタルトレースはできません。このルートでここから逆転につながりうるとすれば、ミカちゃんが火星を説得し行動家と連携して操作をご利用しするか、あるいは特例に特例に特例にさらに一気合を重ねて人員不足を補うために茜ちゃんを現場に引っ張り出すかもしれません。彼女が誰かの脳を売ったというのは厳然たる事実であるようですから、監視官の地位ではなく復帰しても執行官でしょう。あるいはオブザーバー的な立場かもしれません。少なくとも日向君から情報を受けていたので、ある程度の推測くらいは立っているはずです。彼女ならフレデリカ様とミカちゃんの橋渡しもできますよね。彼女を起用してのゴリ押しパワープレイもありえなくはないってくらいのピンチってことです。で、舞子さんが助けられたとしても K が死亡ないし重傷の場合、確実にサイコパスの悪化が予想されます。目が見えない自分が重荷となったために K に悲劇を招いてしまったと感じてしまうでしょう。下手すれば施設入りレベルまで行ってしまうかもしれない。最終回で執行官として刑事課に配属なんていう悲しい人事が訪れるかもしれません。で、現実的なラインが K 真央さんのどちらかの死亡、あるいは両者とも重傷による救出だが、ヘブンズリープを追い詰めうる証拠をつかみ、そして舞子さんもなんとか救出。行動家との連携も必須でしょう。人員が圧倒的に足りませんからね。むしろヘブンズリープの妨害が入る公安局ではない分、外務省組の方が自由に動ける可能性すらあるんですよ。鴻上さんと現場で鉢合えば応急処置で、まあやばい状況でもなんとか延命して助かる可能性もあるが、まあリアルな話そうはならないでしょうね。で、今回一番ヤバいのはおそらくヘブンズリープの中枢に近い人間ほどドミネーターが役に立たない可能性があるということです。奴らが武装して反抗してきてもなおクリア値を保てる人間がいるならまずいことになります。そもそも本部には500人近い信徒がいるらしいので、まず物量からして負けています。そんな相手にドミネーターまで通じなかったら、いよいよ刑事課には打つ手がありません。そこでおそらく行動家の出番が来るんでしょう。鴻上さんは言わずもがな、ギノさん、菅生さんも相当な手だれです。武装ゲリラを相手取るわけではなく、ほぼ一般人相手の制圧戦です。まあ快適してしまえば余裕でしょう。通りはおそらくヘマすれば、あずさわが処理してくれるでしょうね。散々ネタにさせてもらってますけど、私はこの一点に関しては信用しています。ですが、おそらく刑事課とバッティングするでしょうね。あずさわ VS 刑事課の対面もありえるかもしれません。まあ何にせよ、K、真央さん、舞子さんが救出できないと下手なことはできません。それに現時点ではヘブンズリープの外にいる人間は誰も舞子さんが囚われたことに気づいてないんですよ。救出さえできれば、あとは総力戦になるんじゃないかなと思われます。まあこれだけは言えます。次回確実に荒れますよ。はい、まとめ。いや、やばいっすね。とんでもない状況ですよ。2期で止水が裏切ってドミネーターを没収とされた時以上にやばいです。これこそ刑事課だけでは対処しきれない状況ってやつでしょう。そして状況だけじゃなく残り話数もやばいです。まあおとなしく最終話まで付き合いましょう。今までのシリーズを乗り越えてこれた我々ならば、多少の山だろうが谷だろうがなんとかなるでしょう。脱線動画も編集終わり次第あげます。7話までの息抜きついでにね、ちょっと覗いてやってください。それではご視聴ありがとうございました。お相手はゆめゆめでした。失礼します。